はい、皆さん、電子レンジ、ガスオーブン、よくある光景なんですけど、オーブン使うとここから熱が出て、壁やこういうプラスチック類ですね、飛ばすことあります。特に前ここの、ここからここに置いてて、この隣の冷蔵庫のここがもう溶けるぐらい熱かったですね。もうやばい、あーやべーってなったんで、どうすればいいか考えました。これですよ、これガスレンジ用のガードですね。これを周りに置きます。はい、このアルミの枠ぐるっと OK です。で、ここの排熱筋、わずかにこの隙間開けてるのがミソですかね。こういうとこ、こういうとこですね。ここやっぱり、遮熱、排熱空間なんで、ここ排熱、させるようにしてます。わずかな隙間、はい。これでまあ火事になる確率かなり下がると思います。皆さんもやってみてください。